ってなんか良すぎて何をやったらいいのかちょっと戸惑っちゃうよ。すごい良かった。で、アニさん、いつもこれくらいで座ってる？もうちょっと上で座ってる？これくらい大体。もうちょっと上の方がいいかもしれない。これね、はい、アイネちゃんがもっと成長して腕自体の重さとかが出てきたら今ので全然平気なんですよ。もっと低く座る人いますよね、プロでも。本当にこれ以上下がらないけど、本当にこういう風に弾いてる人いますよね。それって腕の重さがあったら力を使わないでも弾けるんですよね。子供の場合その腕の重さがないから低いと結構なんか必要のない動きをする可能性が出てくると思うんですよ。だから子供のうちはもうちょい立てたかめ、今はこれ一番上で大丈夫だと思います。はい、うん、それくらいいいと思うよ、結構。あ、はい、そうそう、 OK。 アイネちゃん、本当にしたいレッスンとちょっと違うレッスンから始めます。なぜならこれを人前で演奏するわけな。で、人にね、聞いてもらった時に先生が一番信じてることと反対のことを今言います。こういう風に弾けたらみんな、あ、この子まあまあ上手いと思うよ。1年生でインベンションを弾いてるってことで、まずみんなは、え、すごいこの子って思うのね。それに、粒を全部揃えられる。それから8分音符の長さが全部一緒。それができたらみんな、お、この子すごい、なんでこんなにちっちゃいのにコントロールできるんだろうってみんなびっくりするよ。やってみよう。ごめん、今のでね、ちょっとだけこれ聞こえるんだ、僕にとっては。そういう風に全てが揃えられるように。ちなみに今日弾いてくれたテンポは演奏のテンポでした。よくできたね。その演奏のテンポの中でちょっと早すぎになりかけてた。ちょっと落ち着いて聴かなかったのはたまに押しちゃうんだよね。それだけよく練習してくれたから、よく練習してくれたから余裕で早く弾けちゃう。今のアイネちゃんにはそこまで早くするとこっちが聞いててちょっとエンジョイできないかな。将来ね、アイネちゃんがもっともっと大きくなって余裕で早く弾けるようになった時に、このテンポありえるかもしれないよ。今はそれまでやめよう。その人が余裕を持って弾けるテンポっていうのを探さなきゃいけないのね。言ってることわかる？今のテンポでいいんだけど前に進まないように、ちょっとやってみよう。タッ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 タン、はい。アイネちゃんの才能が人に分かってもらえない。だけどこの第一ステップができてるからこそ、後でアイネちゃんの素晴らしいとこがみんなに分かるようになる。これっていつも言うね、朗読と一緒だよね。あいうえおかきくけこってしっかりと発音できる。
漢字とかも問題なく読める。その後で自分が感情を注入するわけよ。感情を込めて読むわけよ。いい？今ははっきりと読める段階です。OK？ トリルなんですけど、はい、僕これ今の最高だと思うんですよ。このね、曲の問題はトリルがすごく回るようになって、ミツバチみたいに聞こえちゃう。すごい非音楽的だから、かえってテクニック的には絶対こっちの方がいいですよね、はい、だけど音楽的には今のこれが最高だと。だからあえて僕トリルこれ以上今は教えません。で、また将来違う曲でね、今度もう将来にショパンとかリストとか弾くときに、曲によっては、すごく、なんていうの、キラキラーっと弾くべきものが出てくるんで、はい、それ今はこの、とにかくこれがリラックスできてるのがもう半分以上解決してるんで、だから大丈夫です。すごく良かった。